こんにちは、金色玉三郎です。ペコリペコペコペコリ、今日はマイクラやっていきたいと思います。で、前回洞窟体験をした後にですね、餌がね、すげー足りなくなったんだよね。今ステーキ4枚と、あと、鮭6個、これでもう終わりなんだよね、食料がね。お肉も枯渇しちゃってるということで、今回はね、なんかいろいろ餌を作りたいなと思います。餌というかご飯だね。で、前回コメント欄で聞いたんですけど、まあ、じゃがいもいいよっていうのと、焼いてね、ベイクドポテトにできるみたいで、じゃがいもいいよっていうのと、あとまあ普通にステーキ、牛さん焼いてステーキいいよっていうのあったんで、まあそのどっちか、まあどっちも作ってもいいよね、正直ね。っていう感じで、ただね、多分ね、それを作るための、素材が全然ないんで、村に、なんか畑とかね、あるのを多分見逃してるんですよ。なので、これまで行った2つの畑行って、なんかジャガイモとか小麦とか、種取れないかどうかちょっと試しにね、見に行きたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。オッケー、じゃあ村に取りに行ってみましょう。一応ね、ラピスラズリとかそういうの持って帰ったんで、一回ね、ラピスラズリ持って帰れてなかったんで、一往復したんですけど、無事持って帰ることできたんで、一旦まず、あ、変なとこに村人挟まってんな。そこに向いて、まあいいや。いっぱい出てんな。おい、君たち、入ってこれないですか、こっから。うわ、猫ちゃんたちだ。おい、君たち。おーい。ここ、入れるよ。君たち。久しぶりに帰ってきたいっしょ。入りな、入りな。通り過ぎてるって！よし、ここでブロックしよう。ここでブロック。オッケー！で、もう一人は、まあいいや。あいつはもういいや。あいつ終わりっす。夕方になってきたんで、ちょっとどっかで寝たいけどな。ベッドない。あった。じゃ、ここで寝まーす。はい、起きました。で、作業台があって、その村ってね、結構宝箱とかもあるみたいで、ちょっと村探索しようかな。まず、実は一回も探索してないんでね、村のことね。で、久しぶりだね。帰ってきたよー。やっほー。やっほーやっほー。かわいいね。こんにちは、こんにちは。なんというかわいさ。めっちゃ見てくれてるわ。帰ってきたよーん。オッケー、じゃあちょっと探索しよう。探索します。ちょ、酔うかもしんないけど。なにこれ。製図台、へえ、なんか製図台っていうのがありました。これ2階建てになってんだ。あ、てか牧場あるじゃん、普通に。牧場。で、牛さんは確か小麦をあげたら、なんかいいみたいだね。お、この猫もう1個いた。立派なのがあるじゃん。で、ここは？あ、ここ2階建てになってますね。ちょ、酔うかもしんないけど。いや、絶対なんかあるわ。こんなに高いくてなんもないわけないよね。あった！開けます！うわ、パンだ！パン。と、サボテンか。サボテンはでも外にもあったけど、なんか、いいのかな？需要アイテムですか？うわー！こんな高いところに出ました。すごーい。松崎仕掛けとこう。すごいね。オッケー、じゃあまあ戻りましょうか。うん、ここは何もなかったですね。ここはそもそもあれがなかった。なんだっけ、畑がなかったですね。じゃあもう一個の村行きたいと思います。猫ちゃんたち、またね、行ってくるね。猫ちゃんたちももっといっぱい仲間にしたいな。てか村人結構なんか外出ちゃってんな、こいつとか。なんか中入れたいけどな。君は入らない中に。ここ開けてあげるから、なんかあっちにも出てるもんな。ほら、君君、ここ。オッケー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 。一人収穫。で、君だね、君。君。おい。こっち来い。おい。あ、逃げちゃったか。こっち。ここ。おい。
ダメだ、あいつはもう無理だ。救いようがないわ。あ、来た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 。おい。おい。おい。君君君君。こっちこっち。こうやって押していかない、押していけばなんとかなるか。じわりじわりと。行動テクニックだね、これね。いけ、押し込め。オッケー。そんな出方ができるのか、そこか。おい、何してんだ、お、入れって。オッケーオッケーオッケー。何してんだって、こんなとこ。なるほど、これだったんだね。原因は。オッケーオッケーオッケー。これでだいぶ、大丈夫でしょ。これが原因だったのか。これでいいね。もう、変なところから出ようとしないで、結構、頑張って出ようとするんだね。こんなところから。ちょ、君はどっから出た？もう、どっから出たの、あいつガチで。あ、ここもダメなのかな。何してん、なんでさ、頑張って出るの？入ったと思ったら、あいつどこ行った？めっちゃ遠くまで行ってんじゃん。もう、困るんですよね。こういう人が多いとは。OK かな？もういいね。じゃあ、行きたいと思います。村にね。一番最初の村だよね、これね。一番最初の村だから、なんか変な、無理やり囲ってんだよね。ここもね、実は多分探索してないんだよね。一応探索しとこうか。なんか宝箱とかもね、あるみたいなんで、まず探索したいと思います。何これ？かっこいいね。そうそう、こういう階段とかの上に宝箱あったりするんで、酔うけど、我慢して。ほら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 。うわ、小麦だ！小麦欲しかったんですよね。小麦畑作れるかな、これでね。小麦いっぱいあるんで。で、パンもゲット。オッケー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 、いいんじゃないですか。で、この村確か畑もあった気がするんだよね、畑。ちょっと上まで上がりたいと思います。なんもないかな。はい、なんでしょうか。いきまーす、ポン。はいはい、もうサボテンとパンばっかりなんだね。この辺りの、村の鉄則みたいなことなのかな。まあ、これだ、畑じゃん。これ、で、取っていいんだよね、これね。収穫できる、これ。あ、これ確かにジャンプしたらダメになっちゃうんだよね。まあ、一旦ちょっと収穫させていただいて、ここだけ、クワを作ったりしないといけないのかな。いや、ごめん。ちょっと、君が悪いよね、でも、今のは。君が悪いよ。なんで来たの？お、またなんか植えてくれるんだ。あ、へえ、そんなシステムあるんだ。優しいね。植えてくれてます。ありがとう。植えてくれて。ありがとうね。働き者だね。あ、じゃあ、ここも回収しとったら、あいつがまたやってくれんのかな。働き者だね。ありがとう。人参が取れてるね。人参はなんか、何に使えるんだろうね。人参は。で、これちょっと真似したいね。確かそうだよね。4マスいけるんじゃなかったっけ？ 1 個の水に対してね。そうだよね、確か。そういう風に聞いてます。こんにちは。これ植えといてね。働けよ。オッケー、じゃあ行きましょうか。これ何？これなんすか？なんでもないのか、これ。なんだ、あ、やーん！何これ？なんかパカって開いちゃったけど。わかんない。まあいいや。うわ、これすごくない？え、これ何？ベッド？違うよね。本だな。これ何？え？何もできないけど。あ、なんか餌あげちゃった。餌あげちゃったのかな。これ何？
じゃあ、見たし、あ、あとあれだね、ここに確かマグマあったよね。そうそう、マグマあるんで、なんか必要、なんかが必要になったらマグマもね。あれ？なんか必要になったらマグマもここで取れるんで、バケツとか持ってきたらよかったね。ここにマグマ。めっちゃあるんだよね、マグマね。これ無限にゲットできるのかな、マグマね。じゃあ一旦村戻ろうかな。村じゃない。家に戻ろうかな。出ちゃってんな、やっぱり。村人が。出るなよ。ちょ、ここ囲い切れてないね、全然ね。うわ、懐かしい、ここ。溺れてたところだ。溺れたところ懐かしいな、最初の方。あの頃が懐かしいよ。あの頃に比べたらだいぶ操作慣れたよね。最初溺れてたの見た人いるかな。あ、でか、こういうのを叩いたりしても小麦出るときあるらしい。小麦出るときあるらしいです。こういう草ね。こういう草をボコボコ、ほら、取れてる。あ、小麦の種かな。小麦じゃなくて小麦の種が取れるのかな、これ。そうだね。そう、こういう風に叩いてたら全然取れ、あ、ほらほら、あったあった。こう小麦大事なんでね。牛さん増殖させるのに確か小麦いるんで、小麦畑作るか。じゃあね、小麦畑、小麦を植えてもしょうがないもんね。小麦の種ゲットしまくるか。じゃあ、あんま持ってない気がするんだよ、小麦の種って。でもこういう風に草叩いてたら出てくる。あの、全然レアじゃないアイテムなんで。うわ、白馬だ。白馬。サドルがあればいいって前回ね、コメント欄で教えていただいてね。サドル持ってないんだよね。白馬欲しいけどな。じゃあまあちょっと片付けて。ビートルート。人参。ビートルートとかどうなんだろうな。使い道あんのかな、ビートルートって。この種っていうのが多分小麦の種だよね。草叩いてゲットできるやつね。これが今34個あるんで、これでまあ小麦畑を作りましょうか。クワを作んないといけないね、クワをね。で、小麦は、そうだね、小麦から取れるって話だから、小麦から取れる、あ、そうだね、小麦の種から育ったのが小麦だよね。サボテンとかもなんか使えたりするのかな。じゃあ、クワ作るか。クワ、おい、クワ作って、畑作るか。確かね、あ、違う、1個でしょ。で、ここに水入れて、そう。で、こっから、1、2、3、4までいけるみたい。そうそう、こっから1、2、3、4でいける。そう、この4マスの範囲で、ここまでらしいんですよ。その水がひたひたになるの。だ、ここで、はい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 。で、あとは、斜め4マスのここまで。で、ジャンプして踏んだら確かね、ダメなんでね。1マス以上の落下で、ダメになっちゃうんで、踏まないようにしないといけないですね。ギリギリすぎ。オッケー。
OK できました。で、こう植えていけばいいんでしょ。そうだよね、こうやって植えていって、まあそんなに綺麗に並べなくていいか、はい、これでいいです。でできたらまた取って、っていうのを繰り返していけばいいんだね。じゃああれしようかな、柵作ろうかな。確かね、柵作んないといけないんだよね。でここ柵で囲えばいいんで、うん、ここなんか1マス上げる必要全くなかったな。なんでここ1マス下げてやんなかったんだろう。なんか1マス上げる必要が全くないよね。まあいっか。なんかめちゃめちゃキモいんだけど、めちゃめちゃキモいんですけど、まあいいでしょう。すごく気持ち悪いですね。まあしょうがないね。しょうがないね。でこれあれしたいな、上に乗せたらまずいかな。あ、やったかな。いや、クワがあるから。あ、そうだな。こうなっちゃうんだよね。だから、クワで耕してた。なんか、ここ、しゅんでないけど大丈夫？僕がなんかしたからですか？で、ここに、松脇つければいいね。松脇。松脇。松脇。さっき OK。 これでまああとは適当に松崎をつけていきます。 OK。 まあこんな感じでいいでしょう。脇つぶしできてるか分かんないけど OK。 じゃああとはできるのを待ったりしたらいいね。でじゃがいもゲットできなかったんで、ステーキ量産マシンちょっとチャレンジしてみようかな。ステーキ量産マシンちょっとそれね、チャレンジしてみたいと思います。こっちに作ろうかな。ステーキ量産マシンね。ちょっとチャレンジしてみます。お、狼だ！待って、狼はやばいんじゃない？あ、柵で囲ってるから大丈夫かな。狼が来ちゃった。じゃあ寝ます。前の島にね、前の島っていうか近くの島にいたんだよね、狼もともとね。はい、ということでここにねステーキ自動生成マシーンをね作っていきたいと思います。なんか参考にした動画ね概要欄に貼っておきます。作れるかどうかわかんないんだけどね、ちょっと前の動画なんでバージョンアップとかの関係でどうなってるかわかんないんですけど、作っていきたいと思います。まあ動画見ながらになるんですけどね、ゆっくり作っていきたいと思います。まずは1、2、1、2、3と掘ります。これだけ掘る。でですね、ここにこれを入れます。あ、違う、これね、チェストを2つ置きますと。 OK。 でそしたらこれ初めて作ってホッパーってやつね、これね、なんか鉄めっちゃ使ったんだよね。鉄1個、ホッパー1個につき5個かな？鉄がほとんどなくなっちゃったんですけど、このホッパーってやつをつきます。このホッパーってやつが、なんか上から落ちてきたものを、なんか連結させるというか、そういう役割のものみたいですね。で、それを、こうかな？で、そしたらここに、連結してるよね。そうそう、これに、見えるかな？連結してるんですよ。このチェストにね、このチェストに連結する。だから上から降ってきたものを、チェストに流し込むと。で、今度はこれを、こう。まあ、要は上から降ってきたものを全部真ん中のホッパーに集めて、で、この入れ物に流し込むっていう。で、あとは上から降ってくるようにすると、ステーキ自動生成マシン、夢のような機械でしょ。
OK。じゃあ、次がちょっとガラスブロックを使うのと、あと、この普通のブロックですね。これを使いますと。で、ここに、1、2、3。で、1。ガラスブロック。ガラスブロック。1、2、3。OK。で、ちょっと待って。で、ガラスブロック。ガラスブロック。普通のブロック。で、ガラスブロック、ガラスブロック、普通のブロック。で、待ってね、最後が、よいしょ。普通のブロック、普通のブロック。よいしょ、普通のブロック、OK。で、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ここからトラップドアっていうやつですね、トラップドア。これを使います。トラップドアっていうやつを使って、で、これを、ここにつけるのかな？ここに、あ、違う。こうか。1、2、3つけて、で、ここにも1つけて、これ立てる。あれ、立てる。で、こっちにもつけて、立てる。あ、違うな。これ難しいね。立てる方向が大事なのかな、多分。こう、あ、違う。こうですね。で、こう、OK。で、続いてまたトラップドア、ドアを、1、2かな ?2。で、これ立てる。いや、違うな。これむずそう、普通に。全然慣れない。これも違うね。こうじゃなくて。来た来た来た。1、2。オッケー。こう向きに立てないといけないんでね。むず。トラップドアってこういうもんなんだね。で、こう。OK。これでいいと思う。ちょっと待って。やばいかな。OK です。間違えてました。間違えてました。これが下みたいですね。で、このあたりはなんでここにトラップドアをつけないといけないのかとかは、多分ね、難しいんで、もう勉強しません。勉強しません。で、寝るわ。一旦寝ます。ちょっと難しそうなんでね。ただ多分、その、出来上がった完成図を見たら、そういうことなのかなって、なると思います。多分。よいしょ。ちょっと待って、このトラップドアがガチむずい。あと、自分で作ったもんじゃないから、あれだね、普通にむずいね。ちょっと待って、これ絶対違うんだよな。こうだ。こうです。あ、来た来た来た。OK。これで、これを立てると。はいはいはい。第一難関クリア？で、ここに下付きでトラップドア。OK。じゃあ、ブロック設定していきましょうか。いや、ガチむずい。本当に自分で作ったもんじゃないし、理論が分かってないから、理論が分かってないからさ、合ってるかどうか分かんないね。はい、これで。で、そしたら、ここと、ここで、チェストの上が、ハーフブロックしないといけないらしいんで、このハーフブロックをつける。OK。これで OK。で、あとは、これ、別にこれガラスじゃなくてもいいらしいんだけど、まあ、動画ではガラスでやってて、で、結果がね、わかりやすくこう見えるんで、ガラスブロックで中のシステムがどういう風になってるのかね、
自分も見たいんでガラスブロックでやってますと。OK。で、これで多分、一応、できたのかな？全部が、囲われてる形になってる。おー、なんか、ぽいもんができたわ。はい。で、こっからが多分、ガチ、慎重に行かないといけないとこですね。このトラップドアを開いて、地面から、4マス目？ここに、え、合ってるかな？そうだね。地面から1、2、3、4ブロック目のところに、ここですね。ここに水。はい。で、地面から2ブロック目。このマグマ怖い。ガチ怖い。マグマ。2ブロック目。ここね。ここにマグマ。はい。これを設置します。うわー、怖い。マグマ初めて作ったわ。バケツもう一個作って。はいはい。これで設置しました。はい。で、トラップドアを閉めます。やっぱ雨降ってきた。よりによって雨降ってきた。じゃあ雨降ってきたら夜か朝か分かんなくなっちゃうんだよね。で、はしごを設置しますと。はしごをつけて登れるようにすると。こうだね。登れるようにすると。OK です。で、小麦を持って、で多分ね、牛さんを連れて行ったらいいんだよね。牛さんをね、2匹連れて行かないといけないんだよね。牛さん探します。いたいたい、牛さんいた。オッケー、牛さんを連れて行きます。これで牛さんついてくるよね。ついてきてる。オッケー、牛さんを連れて行きます。はい、ついてきてくださーい。単純だね、牛さんはね。もう一匹そこにいるから連れて行って。オッケーオッケー、この二匹の牛さんで行きましょう。この二匹の牛さんを、あの家のところまで連れて行きます。自動ステーキ生成マシン。まあ、この子たちからだから始まる感じだね。この子たちから、ステーキを自動で生成していくっていうことなんで、この子たちにはちょっと、働いてもらわないといけないですね。頑張ってね。オッケー、じゃあこの子たちに、こっちこっち。来てるね。いっぱい来ちゃったな。まあ、いけるか。ここに、あ、やべ、これ壁作らないといけないんだって忘れてた。いけるかな。ついてきてるってか、そもそも。ついてきてないじゃん。ほい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 。あ、違う。こうか。こうじゃないとついてこないんだ。これついてくるかな？これ登ってこれる？ここに。登ってこれます？あの、多分これ囲い込まないと、この水の中に入れないといけないんだよね。ここに入れるの。ここに。いや、無理だな。ここに入る。入った。もう一匹入る。入れ。頑張れ。今 B ボタン押してるから、この子が入りそうなんだけどな。入れ入れ入れ。まあ、ちょっとうろうろしてみるか。一匹入ってくれたら嬉しいな。押し込んで押し込んで。押し込め押し込め押し込め。入れ。オッケー。いけ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 。入れ。いや、君入りそうだけどな、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ入りそうじゃん。あはは、落ちちゃった。悲しい。いけ。え、なんで入んねえの。結構シビアなんだね、これね。B 落ちちゃったけど、こう、どう、めっちゃ入りそうなんだけど、入んないね。入るんじゃない、入らない？ちょっとここ頑張らないとどうにもならないんで。入って。ちょっと待って、全然入んないわ。いけ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 。ちょっと頑張ってよ、ほら。
吐きそう吐きそう入ってくれってこうやって釣っていくしかないのかな。押し込んで入るようなもんじゃないのかな。ほらほら入って入って、ほら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 、どうして君はそんな入らないんだ、かたくなに。入りなさい。なんか間違ってるのかな俺。いやでも間違ってないよな。こう入って。入りました。よっしゃこんなにシビアだとは思いませんでした。オッケー、入ったんで、じゃあ、こいつを壊します。あ、で、そうだ。ここに、確か、待ってね。ここに、ハーフブロックを、ガラスの板の、あ、違う、ガラスの板を、ここに置かないといけないんだ、確かね。ここにガラスの板を、なんか変だな。あ、これがあるからか。なんか思ったのとはちょっと違う感じするけど、まあいいかな。これは、あ、上がれるかな俺で。いて。上がれるかな。なんか違う気もするけど、まあいいでしょう。多分上に上がってこないようにあのガラスの板で押さえ込むみたいなことだと思います。オッケー、じゃあこれで一応完成かな。これでシステムは一応完成です。でやらないといけないのは、でここの子たちにこの小麦で餌をあげるんですよ。餌あげる、そう。そしたら、あ、待って、これ違う、間違えた。間違えました。これで、ちょっと一個間違えたけど、ここね、もっと増やさないといけないんですよ。ただ、この子が成長していくんだよね。そう、本来は、ここのトラップドアを倒して、ここを倒して、上にね、溜めていかないといけないんでね。牛を。で、牛を溜めていく。で、そしたら、子供が生まれて、子供の牛だけが下に落ちる。で、この牛さんが成長して大きくなったら、このマグマブロックに当たるんですよ。マグマブロックに当たる。で、そしたら、焼ける。で、この下にあるホッパーっていうので、落ちてきて、ステーキが、まあ、生肉がマグマに当たって焼けて、そのステーキがホッパー経由でここに入ってくるっていう、そういうシステムなんですよね。これ餌あげられないよね。あ、やべ。これは閉めたらダメだもんね。これ閉めて、ちょっとあげれるかな、餌。あげられないね。なので、まあちょっと待たないといけないですね。間違えた。で、本当はここで、いっぱい牛さんを、貯めていかないといけないんですよ。もう、そんなポンポン、子供作れないのかな。あ、できた、できた。で、この子には、餌をあげて大きくすればいいんで、まあそんなポンポンあげられないやっぱね、餌はね。じゃあまあちょっと夜になってきたんで待ちましょうか。まだ寝れないね。あ、でこれ小麦とかもできてきてんじゃないこれ、ワンちゃんね。ちょっと牛がずっとついてくるな。牛がずっとついてくる。小麦持ってるからね。OK。じゃあ置きましたので、まだ大きくはなってないね。小麦あげられるかな。とにかくこの上にいるお牛さんたちを増やしていって、いっぱい子供を作っていかないといけないんですよ。あ、できてきてる。まだ1匹しかいないか。
な。どれぐらいの頻度で産むんだろう、お子ちゃまを。まだあげられないね。オッケー、じゃあ小麦小麦ちょっと回収しよっか。これ茶色いのは確かもうオッケーなだった気がするんだよな。違うかな。なんか回収できないな。え、あ、やばい。はいはいはい。これ茶色いのはオッケーだよね。まだ全然だね。そんな回収するようなもんじゃないね。やべ。回収しちゃダメなやつ回収しちゃったかもしれない。やべ、回収しちゃダメなやつ回収してるな。これ待った方がいいね、ちゃんと。うん、これ待った方がいいわ。結局、何の時短にもならないというか、無駄なことしちゃったんで。待った方がいいですね。オッケー。じゃあその間に何しようかな。あ、ここを柵で囲むわ。ここを柵で囲まないと多分いけないんで、柵で囲みます。やべ、もう入ってきちゃった。危な。小麦の種見たらついてくるんだね、この子ね。急に入ってきてびっくりした。え、でも小麦が足りないね。完全に小麦が足りない。この牛さんたちはどれぐらいででかくなるんだろうな。なんかすげえ全然でかくなんないけど。これ結構時間かかっちゃうんだね、このシステムね。一回出来上がれば多分いけるんだろうけど、この牛がでかくならないとそもそもマグマに当たらないんで、この子たちが一向に大きくならないし、この子たちも大きくならないんで、なんかずーっと止まっちゃってんね。あ、これあれじゃないかな、ついに牛がいなくなってるんで、あーね、なってるね、お肉にね。そう、ステーキになってるね。成長したとこ見れなかったけど、ステーキになったんだね。で、ちょっと今度ね、小麦が足りなくなりました餌をやれないんだよね。ちょっと待って、これいけるかな。ちょっと小麦回収しないと、あれ進められないんで、ちょっと回収するか。どうやって回収するの。こうか。こういうのは多分回収して OK なはずなんで、あの、色がやばいやつ。色がやばいやつだけ絞って、回収して、OK。で、種の方は、また植えればいいんでね。種の方を植えて、で、小麦は、あげて、牛さんにあげて、で、成長促進していくと。オッケーです。あ、小麦あるね。植えると。こうやって増やしていくんだね。まあ、多分もっとあれしたらちゃんと自動化とかできるんだろうけどね。こういう小麦とかもね。まあ、一旦今はもうちょっとパンパンなんで、やっていくしかないね、こうやってね。まあ、ただ、ステーキの実績できたんで、それはでかいね。で、これ、開けて、もう開けられないかな。開けられる ?OK。まあ、これで、またそのうち産むでしょう。産んでくれることでしょう、子供をね。OK。じゃあ、まだちょっと完成ではないけど、ちょっとシステム動かしてみようか。これ、動かすときは、これを閉めます。これを閉めて、小麦もね、結構集まって、牛も何人か育ったんで、で、ここで小麦をあげまくりますと。あ、違う、僕が食べちゃってる。そう、これをあげまくって、あ、もうあげられないかな。
あ、これ叩いちゃってるな。え、もしかして倒しちゃったかな僕。牛倒しちゃったかもしれない。間違えました。殴っちゃった。バチバチ。なんかハート出てたからさ、いけるんか思って殴っちゃった。これで、ちょっと倒しちゃったかもしれないんですけど、さ、子供が生まれてここの下に落ちてくんだよね。で、その子供たちが大きくなったら、大きくなって、当たって焼けてっていう感じですね。で、本当はこれを、なんだろう、ここを閉じてると、上に牛を貯めることができるんですよ。要はこのお父さん牛お母さん牛が多ければ多いほど生まれてくる子供も多いから、今何匹これ、まあ何匹ぐらいだろう、6匹ぐらいかな、だと思うんですよ。だからここをもっともっと増やしていくと、このトラップドアを閉じた時に、だからたまにこまめにというか、たまに気が向いた時に餌を、この小麦をあげたら、ここにね、子供がいっぱい落ちてきて、でほっといたらこの子供たちが大きくなってマグマに焼かれてステーキが入るっていう感じで、ステーキが生み出せるようになりましたという感じですね。まあいいんじゃないでしょうか、割と。これ写真撮っとこうか。はい、こんな感じですね。子供が生まれて、なんか全体像撮れないかな。はい、こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じで、一応ステーキ自動生成マシーンできました。ただまだ途中ない、まだ途中なんで、まあ、もうちょっと時間かかるかなっていう感じですね。ちょっと、撮影上ね、ちょっと時間のリミットが来ちゃったんで終わらないといけないんですけど、本当はもうちょっと放置してたらいいかなっていう感じですね。で、あと畑は一応ね、もう64個小麦回収できてたんだよね。まあこれさっき使ったからあれだけど、でその上でまた全部もう植えられてる状態なんで、これもまあ気が向いたら、多分もう全部この茶色色になってたら、もうちょっと濃い色かな、この色だね、この茶色色になったら回収できるってことなんで、まあ全部茶色になったなと思ったらザーッと回収して、でまた全面に植えてって感じで、やっていけばいいかなって感じですね。なので、まあ、正直ご飯は、ご飯は作りきれなかったね、まだね。ただもうちょっとしたら多分ご飯ももう本当に潤滑に回るというか、この小麦がパンパンになるようになったら、ここの牛たちが簡単に増やせるようになるんで、そしたらステーキがどんどんできてくるんで、ご飯もね、充実してくるのかなという感じです。ということで今日はこれで終わりましょうかね。これで終わりたいと思います。まあまあいいんじゃない？畑もできて。ちょっとじゃがいもがねなかったんで、じゃがいもの畑は作れなかったんですけど、ステーキも、一応煮込みがあるということなんで、はい、これで終わりたいと思います。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画か配信でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。